どうもこんにちは、 DJ 太郎の Nice to meet you、 ね、一人にゃん、今日はですね、皆さんに美味しいハンバーガーをご紹介したいと思うんですけど、聞いてないの？場所はですね、秋葉原にほど近いですね、まあ末広町というエリアになるんですけど、まあこの辺はなんかいろんなあのパーツとかね、ジャンク街としても、まあ有名な場所なんですけど、そんな中にですね、美味しい、しかもなんと和牛のですね、ハンバーガーを出してくれるお店があります。そのお店がこちらです、ヘンリーズバーガー。行きたいにゃん。東京は代官山とここ秋葉原に店舗を構える和牛ハンバーガーの名店、ヘンリーズバーガー。ヘンリーズバーガー秋葉原店、和牛の赤身のような赤いカラーリングの店内に入ると、ここ1階でオーダーを取り、注文が入ってから1枚ずつ丁寧に焼き上げ、バーガーを作ってくれます。キッチンパフォーマンスを見ることができるのもポイント。一部カウンターやテーブルのお席もあります。席は広々とした2階席、広いにゃん。そしてさらにその上3階席もあって、まだあるにゃん。極上のバーガーをじっくりと味わうことができます。ヘンリーズバーガー、大竹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いするにゃ。ヘンリーズバーガーの特徴をちょっと簡単に教えてもらえますか。当店では、大元が焼肉屋になってまして、炭焼きしりん、炭焼き肉中原、はい、というお店になります。はい、でそこで使っている極上の和牛を、そのままこちらの方で向こうに向かない部位ですね、その部位を逆にハンバーガーに向いてるんじゃないかというところで、粗挽きにしまして、そちらの方つなぎ一切なしで使ったハンバーガーを作っています、はい、じゃあ早速ですね、ちょっとお願いしたいんですけど、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。丸いにゃん。これはどうしてそういう風に今潰しながらやるんですか。こちらつなぎを一切使ってないので、はい、こうやってプレスをすることによって、肉と肉が接着するっていうことになります。そうするとちょっとこう油で表面揚げ焼きみたいな感じになりつつ、こう、はい、なるほど、そうか、最初丸い状態でしたもんね、はい、こうやって広がるんですね、はい、美味しそうにゃ。ここで今裏に焦げ目がついたので、はい、この和牛らしい香ばしい芳醇な香りが、あーすごいすごい、はい、きました。いい焼き色っすね、はい、もう食べていいにゃ。やばい、もうこの時点でたまんない。でチーズ、はい、チーズ。これは何チーズですか。レッドチェダーチーズですね。はい、美味しそうにゃ。はい、 A コンボ、 B コンボ、レタスとトマト、彩りもいいね。自家製のオーロラソースをかけます。こちらでシングルバーガーですね。美味しそう。ありがとうございます。あ、これで大丈夫。食べたいにゃん、食べたいにゃん、食べれるにゃん。で、Bコンボダブルです。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。
てみると合います。よいしょ、食べるにゃ。さあ、ということで今日はですね、ヘンリーズバーガーの秋葉原店にお邪魔しています。まあ、代官山にもあるんですけど、この秋葉原店だけにしかないちょっとメニューとコラボバーガーがあるということで、今日はこちらにお邪魔しました。さっきね、大竹さんからもご紹介があったんですけど、こちらはですね、和牛焼肉で有名な、炭火焼肉中原、ね、一概にあるお店なんですけど、その中原さんが、まあ、手掛けてるハンバーガーということで、当然、黒毛和牛 A5 ランクのメス牛のみしか使用しないっていう、すごい贅沢なハンバーガーですね。先ほどこうね、押しながらこうプレスしながら、こう肉汁でこう揚げ焼きにするね、あれがもうね、すごいいい匂いでたまんないんですよね。で、早速僕の今手元にはですね、A コンボと B コンボ、シングルかダブルかなんですけど、ここはやっぱり DJ 太郎的にはやっぱダブル行かせていただきたいので、はい、実際はさっきのねボックスに入ってるんですけど、ちょっと今回はお皿に載せさせていただきました。じゃあまずは乾杯。やっぱりハンバーガーにはコーラだよね、合うにゃ。うん、それじゃあいただきます。え、一人？よいしょ。うわ、重い。 100g のパテが2枚このダブルには入ってますんで、見てください、この厚みがたまんないっす。200にゃ。よいしょ、じゃあ早速ちょっとガブッといただきますよ。一口ちょうだいにゃ。いただきます。入るかな、入るかな、入るかな、口に。いきます、せーの。うわ、うん、うん、口の周りついてるにゃ。うまい。ついてるにゃ。ちょっともう一口いっていいですか。いや、口の周りついてるにゃまだ。うん、いやもうこれ最高。僕がね理想とするこれハンバーガーなんですよね。まあ、お肉はもう本当に余計なこうつなぎとかも一切入ってないので、うん、もう和牛の味ストレートで、本当にちょっとした、まあ、塩気で肉の甘みがよりこう旨味とともに感じられるっていうかね。で、こう潰してた揚げ焼きで、外側はちょっとこうカリッとめっちゃ香ばしいんですけど、引き方もね結構すごい粗い引き方なんですよね、うん、なので噛むとちょうどこうそのね肉汁がうまくこう肉の間にホロホロって入ってくるね。で、お野菜、野菜好きなんですけど、あんまりいろんなもの入れるの好きじゃないんですよ。水気がそんなにない厚切りのトマトと、さらに、レタス、これもペチャッとしてなくて、ね、清涼感があって、で、あとね、このなんかこうケチャップだとねやっぱ強いんですよね。このねオーロラソースがまたいいです。さらにこのクリスピーなねポテト、これで合間にこうちょっとね、ポテトちょうだい、こうちょっとこうバーガーの余韻をリセットしつつ、またガブッと一人で全部食うね、行くわけですよ。いやもうね、これがねハンバーガーの醍醐味です。グルメバーガーいろいろあるんですけど、いろいろ良さがあるんですけど、僕はやっぱりこういう肉の美味しさで勝負なんですけど、最後に一言言いたいのは、最終的なお肉とかその素材のうまさの肉汁を一番ゲットしてるパンがうまい。パンにゃ、ほんのり甘くて食べててもその水分とか肉汁でベチャッとならない、このパンがまたいいんです。口の周りついてるにゃ。わっ、なんにゃんこれ、分厚いにゃ。1、2、3枚、3枚乗ってるにゃ。受け取りお願いします。食べたいにゃ。うわ、
こちらが C コンボパテ3枚の 300g になります。どうですか？ほぼ肉にゃ。かなりこれ分厚いです。最高。和牛本来の美味しさを楽しめるハンバーガーを作りたい、炭火焼肉中原のオーナーヘンリーさんの思いはこうして生まれました。研究に研究を重ね出来上がった和牛バーガーは、余計なものを一切加えない極上のものになりました。パテトリプル 300g はここ秋葉原限定のメニューです。リーズナブルなセットはオプションでオニオンリングやサラダへのアレンジも可能。秋葉原にお越しの際はぜひ。そしてヘンリーズバーガーの会は次回後編へと続きます。次回の Nice to meet you は